こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回は家族で行った北海道旅行2日目を余すところなく紹介しますね。この日は本当に朝早くから夜遅くまでいっぱい北海道を満喫しました。景色にグルメ、観光と盛りだくさんでお送りします。特に夜に行った場所はおすすめなので、ぜひ最後までご覧ください。早速見ていきましょう。 Here we go。 2日目のスケジュールはこの通り。いやー、詰め込みましたね。今考えても行き過ぎでしょう。ここはセブンスターの木、青い池が混雑するとのことだったので、ホテルを出たのは朝の6時半、現在7時でございます。さすがに観光客がいない、貸切状態、最高。さあ、これがセブンスターの木です。1976年に、タバコのセブンスターのパッケージに採用されて有名になりました。1976年、私生まれた年です。私の親父がマイルドセブンを吸っていたので、なんか親近感湧きますね。すげえ。でもここってセブンスターの木だけじゃないんですよ。周りどこを見渡してもでっかい道、北海道なんですわ。いやー、広っ。なんやろな、何を切り取ったんやろな。どうですかこの景色、茶色と緑と空のコントラストが壮大すぎて涙出る。圧巻の景色ですね。セブンスターの木、これ柏の木らしいね。次は青い池に向かいます。まず青い池に行くときに大事なポイント、その1、天気が良ければ朝一に行くべし。なぜならめちゃくちゃ混むんです。あ、今はここです。駐車場代は普通車、軽自動車が500円です。旅行に来て一番もったいない時間が渋滞に巻き込まれた車の中。できるだけたくさんの場所を見たい時こそ渋滞を避ける努力はした方がいい。車を止めたら池の方に歩いていきましょう。地図もあるので全体像を確認してから見に行くのもいいですよね。少し上り坂を進んでいきます。山の中なので空気が美味しい。あ、青池って自然にできたものではなくて人工的に作られた池って知ってましたか？とはいえ、あの青い色は人工的なものではないのでご安心ください。ここにショップがありますね。でも今の時間はまだ営業してないみたいですね。その横にあるのがトイレです。清潔に保たれていて使いやすかったですよ。並んでいるのは白樺の木でしょうか。この奥に青い池があるんですかね。地図を見てって言いながら私は見るのを忘れていました。へえ、サイクリングコースになってるんですね。お、木の間からなんか見えてきましたよ。あれが池でしょうか。あ、犬の糞。十勝岳の火山から流れてくる泥を防ぐ行為の際に、美瑛川に置かれたブロックの堤防に川の水が溜まってできたのが青い池です。すげえ。テンション上がってきましたよ。いやー、見えてる見えてる。なんなあの色、めっちゃ綺麗やん。まるで別世界へ来たかのような美しい風景が広がる白金青い池。周囲を囲む自然豊かな環境と立ち枯れたカラマツが幻想的な雰囲気を醸し出します。
四季折々に異なる表情も魅力で、春には優しく穏やかな青色になり、夏は新緑とのコントラストが爽やかに、秋にはもみじとの共演も楽しめます。そして冬には凍った池の上に雪が積もり、あたり一面が雪景色となって、幻想的な白銀の世界となります。11月から1月頃にはライトアップされた夜景が浮かび上がり、その引き込まれそうな幻想的なシーンはいつまでも見ていられるほどの美しさです。池を囲むようにある遊歩道で散策をしながら白樺の並木道を眺めるのも贅沢な時間です。これなんで青いか知ってる？ワカメとかやったんじゃわからない。これアルミニウム成分が光に反射してこういう色出るらしいよ。アルミニウム成分、うん、どこから来てるの？どこから来てるの？下から湧いてるのかな。太陽光に反射するからそうなんで。これもドローンでなんか浴びてるの？やっていい？ここの池って春は雪解け水が流れてくるから、うん、一番青さが出るらしくて、うん、で夏は日差しが強いから綺麗な青色が見えるんだって。へー。で秋は紅葉と一緒に見えるからめっちゃ景色綺麗で、へー、冬は雪があるからそれはそれで綺麗なんだってなんじゃそりゃ雪の時はでも凍るやからな。でもな、雪積もってるやろ。積もってるよな下に。あ、これだ、木だけが出てる状態なのかな。かな。池の上に凍ったら雪積もるよ。でもな、あの木は生きてるのかな。死んでんじゃん。死んでんの死んでんのかな。なあ、でも枯れてるっぽくない。この青い池はアップル社の壁紙に採用されたのって知っていますか？2012年に行われた新商品のディスプレイのプレゼンにここの写真が使われました。あ、さっき閉まっていた青い池ショップの情報をお伝えしますね。気になる営業時間は朝9時から午後5時です。少し商品を紹介しますね。これは青い池ソフトクリーム。可愛いキャラクターのクッキーがトッピングされた超人気商品のソフトクリームで3種類から選べます。これは青い池ソーダ。見た目も綺麗なソーダドリンクで、青い池ソーダ、雪の池くるもちソーダ、青い池クリームソーダの3種類があります。これはジャージーミルク&ジャージー飲むヨーグルト。青い池オリジナルの可愛い瓶に入ったジャージーミルク、ジャージー飲むヨーグルト。これは青いプルモチ、新食感新感覚のプルモチ食感ゼリーが新登場。これは青い池ミニチュアボトル。青い池は持ち帰ることはできないので、いつもそばに青い池を置いておきたい人にはおすすめの一品です。これはビエーモケケ&アオイキツネ。ご当地キャラのモケケと青い池が好きすぎて青くなっちゃった青いキツネグッズです。少し曇っているのが残念なのですが、晴れていたらもっと綺麗だったんでしょうか。曇りでも十分綺麗ですが、晴れの景色は次回来た時のために置いておきましょうか。ここで重要情報です。今年令和6年の8月に駐車場前の道路に車線分離表ができるみたいです。よってそれ以降の毎年4月から10月は右折入場ができなくなるようです。ということは今回私たちが通ったルートは使えなくなるってことなので、ご注意ください。続いて青い池駐車場を出て上流方向に進みます。
青い池とセットで必ず行ってほしい場所があるんです。それがポイントその2、白ひげの滝に行くべし。名前の通り白いひげみたいな滝があるんですが、その美しさが半端ないんです。橋から川を覗いてみると結構高さがありますね。高所恐怖症の私からすると足が震える。あ、水の色が青くないですか。綺麗な色してますね。この青い水が下流の池に溜まったのが青い池なんですね。反対側を見てみましょう。わー、その壮大な眺めは迫力ありますね。しかも青い川に流れ落ちる白い滝はまさしく白いひげに見えます。高さ30メートル、幅40メートルの白ひげの滝はそのほとんどが崖の途中から流れ出ています。滝の水は2つの地層の間から流れ出ており、地層の間が地下水の通り道になっているようです。火山から流れ出す水にはケイ酸アルミニウムという非常に小さな粒が含まれていて、このような小さな粒は赤い光を吸収して青い光を跳ね返す性質があるので、美瑛川の水は青く見えるのだそうです。なんやら難しいぞ。冬は滝筋と雪の白、岩肌のコントラストがより際立ち、ライトアップされた樹木の氷と合わせてより幻想的な景色になります。いきなり渓谷。標高930メートルの十勝岳は今も噴煙が昇る活火山。雄大な景色もさることながら、展望台には十勝岳が噴火した際の溶岩流が残っていて、自然の迫力を体感できるのも魅力です。地面のところどころにあるゴツゴツとした石に何とも大地の凄みを感じます。晴れていれば朝日岳や美瑛岳、美瑛富士など美瑛市街から上富良野町までの展望を楽しめます。この日は少し曇って霧がかかっていたので、眺めとしては鮮やかというよりは幻想的な景色を見ることができました。これから上富良野の方に下山してお花を見に行こうと思います。実は途中にあるラベンダーロードが楽しみなんです。イメージはこんな感じ。まだ先かな。あ、これは違う、あ、そうや、これラベンダーやな。あ、そうや、ちょびっとだけやった。これなんや。そうか、ちょっとだけやな。気を取り直して向かったのは日の出公園。こちらの公園もラベンダーが綺麗なことで有名ですよね。ん？なんかリサーチしていた景色と違う。なんとここがメインの駐車場ではなかったみたいです。もう少し先に進んだところに一方通行の入り口がありました。あ、ラベンダー畑が見えてきましたよ。けどちょっと色が暗い。こちらもイメージはこんな感じだったんですが、日の出公園は西にラベンダー畑、東に十勝岳連峰を望むビュースポット。駐車場は50台止められ、なんと無料です。ラベンダーの開花時期には約 4.2 ヘクタールの丘一面が鮮やかな紫色に染まります。8月上旬まで咲いているって情報だったんですが、次回はもう少し早く来ないといけないってことですね。小高い丘の頂上の展望台には真っ白なアーチ型の愛の鐘があります。ここで愛を誓うと成就するとも言われており、フォトウェディングで人気のスポットにもなっています。日の出公園の展望台からは冬は大雪山系が一望でき、また上富良野町の市街地が一望できます。これが愛の鐘ですね。さあ誰と一緒に鳴らそうかな。
ガレーション鳴らすの、はい、で誰も来てない。ここで皆さんウェディングフォトを撮るんでしょうね。鳴らそう。さてさて、どんな音がするんでしょうか。はい、鳴らす、うん、鳴るよ、引っ張る、結構大きな音がするんですね。丘全体に響き渡るって感じですね。ここから一面がラベンダーなんですね。うん、綺麗。なんかあそこ通る道ある。どっちから行くんやろ。すごいラベンダーの匂いする。する、する、する。風が吹くとラベンダーの香りを感じることができます。ああ、でもこれはこれで切れちゃう。ラベンダーの匂いする、うん、めっちゃするやん。ああする。あ、でもなんかめっちゃっていうほどでもパパに鼻が効いてないわ。風が乗ったら。ああ、ただ若干鈍い人が。あ、うん。近くで見る花も綺麗ですか。少し離れた高い場所から見る色のコントラストも綺麗ですよね。展望台の中はこんな感じ。完全屋内なので暑い時や寒い時などここから眺めるのもいいですね。階段にセミがいました。このセミは初めて見ますね。なんて名前のセミか知っている人。さあ、お花も見たので次はお腹を満たす番。日の出公園から車で約15分、羊の丘にやってきました。ここは富良野町の大自然が眺められる一押しの絶景レストランです。七輪と炭火で食べる生肉ジンギスカンは臭みもなく格別です。園内では羊が放牧されています。これから羊を食べるのに、なんか申し訳ない感があるのは。ここには星に手の届く丘キャンプ場が併設されています。夜にもぜひ訪れてみたい季節です。レストランのロッジの隣にはたくさんのウサギと触れ合える場所があります。餌も売っているので子供たちには大人気です。いろんなウサギがいますが、この子がめっちゃ可愛かった。好奇心旺盛で動きが可愛い。もぐもぐしているのも何とも言えないですよね。混雑するのが分かっていたので開店1時間前には到着していました。でもウサギと遊んでいたので退屈せずに待てました。開店時間が来たので早速席について注文します。レストランに着いたら受付簿に名前を書くことを忘れないようにしましょう。注文はタッチパネルで行います。簡単で便利ですよね。メニューはまずお肉ですが3種類あります。サフォークジンギスカン税込み1210円。他では食べられない最高種の羊肉で、臭みもなく肉の柔らかさに加え美味しさは文句なしです。続いてミルクラムジンギスカン税込み1155円。これ以上柔らかい肉はありません。生後3ヶ月の子羊は脂身も少なくヘルシー。味はあっさりジューシーなので女性年配の方にも人気です。もう一個はホワイトラムジンギスカン税込み990円。北海道定番の羊肉といえばこちら、
脂身が少し多く、ジンギスカン本来の食感があります。あっさりした味で脂身の好きな方、若い方におすすめです。さあ、お肉が運ばれてきました。見てください、このお肉輝いてますね。肉との相性を追求した自家製もみだれをまとった羊。ここは七輪の炭火で焼く本格的なスタイル。北海道テレビ世界に一つだけの味でも第1位に選ばれ、ミシュランガイド北海道2012に掲載された名店です。北海道でジンギスカンのお店でミシュランに載ったことがあるお店はごくわずか。お肉が焼ける音聞きたいですよね。でもお肉が焼ける音よりセミの声の方が大きくて少し聞き取りにくいかもしれませんが、いきますよ。はい、いいの？やばいでしょこの音。3種類のお肉それぞれに特徴があって食べ比べできたのが良かった。追加で何を頼むかをみんなで話し合ったんですが、それぞれもう一回食べたい肉が違う。それはそれで全部美味しかった証拠ですね。やはり野菜は必要ということで後で追加で頼みました。ウインナーも美味しかったですよ。お店の方曰く、肉をさばいている時に少しでも臭みを感じた肉はお店に出さないそうです。なぜなら焼いて食べた時にすぐに味に出てしまうようなんです。かなりこだわりを持ったお肉だということがわかりますね。ここのお肉どうだった？美味しかった。どんなお肉だったん？美味しかった。いや、どんなお肉やった？硬くなかった。柔らかかったん？うん。お肉を買って帰ることもできるみたいですよ。どのお肉にしようかな。さあ、ジンギスカンを堪能した後はやっぱり甘いものが欲しくなりますよね。北海道、甘いもの、スイーツといえばそうですよね、有名ですよね、六花亭。富良野にあるカンパーナ六花亭に向かいます。小高い丘の上にあるんですね。あのオレンジ色の建物がカンパーナ六花亭ですね。施設の周りにはワイン用のブドウ畑が広がっています。こちらの建物ではジンギスカンが食べられるようですよ。もちろん私たちは行きません。のどかな風景ですね。早速店内に入ります。めっちゃ綺麗でおしゃれな建物。カンパーナとはイタリア語で鐘って意味みたいですね。中も広、営業時間は午前10時から午後5時と少し短め。冬は休業している可能性もあるようですので、行く前に一度確認してから行った方がいいかもしれませんね。店内にあるレストランではハヤシライスやかき氷、あとスイーツメニューもありました。六花亭のお菓子ってどれも美味しいんですよね。バターサンドが有名ですが、初めて見るお菓子もたくさんあってどれを買おうかめっちゃ悩みます。お菓子だけじゃなくてこんなオリジナルグッズも売ってるんですね。マルセイバターサンドのタオルとか欲しい。六花亭の紙袋の柄のエプロンもおしゃれで可愛い。あ、クリアファイルとかもありますよ。買い物の後は広くて眺めのいいテラスでまったり時間。もちろんソフトも食べましたよ。楽しかった。ホテルに向かう前に農園に寄ってメロンを調達。1軒目は中田農園。まずは店内探索。
まずは大きいスイカがお出迎え、所狭しと並んでいます。この下に置いているスイカは4000円みたいですね。かなり立派なスイカです。え、大きいったらトウモロコシだ。こちらのコーナーには箱入りのメロンが並んでいますね。お客さんもいっぱい来てにぎわっています。メロンは大きさによって値段が変わってきますね。小さめを3個か大きめを2個か悩む。カットメロンと茹でたてのトウモロコシが食べられる。事前に調べて気になってたんだよね。さあ買ってきました。トウモロコシは初日に食べているのでそこと比べてどうか気になる。メロンは今回の北海道旅行で初めていただきます。美味しそう。メロンとかめっちゃ久しぶりない。落とさないように気をつけ。どうしよう。食べていると隣で鍋にトウモロコシを入れ始めました。こんな感じで湯がいているんですね。結構な本数を一度に入れるんですね。入り口の横ではひまわりがたくさん咲いていました。続いて吉田農園にやってきました。中田農園からは車で2分の近さです。ここで掘り出し物を発見。食べ頃メロンが1個600円、2個1000円。青肉なのでさっき中田農園で食べた赤肉とは種類が違いますが、この値段は魅力的。もちろん2個買って帰りましたよ。売り場では収穫していないまだくっついているメロンがありました。子供たちはこれに興味津々でした。吉田農園といえばこの2分の1メロンにソフトクリームが乗った富良野の夢が有名なんですよね。続いてやってきたのが富良野チーズ工房。ここはピザが美味しいと聞いていたので本当に楽しみ。こちらの建物がチーズ工房です。2階に直売コーナーがあるようなので早速行ってみましょう。なんかあちらの分にはないってことかな。よかったな。階段を上るとなかなか広いスペースですね。アニメのキャラクターがありますね。この場所ではチーズの試食ができます。いろんな種類のチーズを置いてくれているので食べ比べができるのが嬉しい。他にも持ち帰りのお土産に最適な常温保存できる箱入りのお菓子がいっぱいあります。どれも北海道ならではのお菓子で気になりますね。自分の家に持ち帰るお土産も買って帰りたいですね。こちらのコーナーには雑貨もありますね。かわいいのがたくさんある。お、富良野ワインもあるじゃないですか。赤と白どっちにしようかな。こちらは要冷蔵なんですね。今すぐ食べたいものがたくさん並んでます。本当に多種多様なチーズが並んでいます。他にもバター、牛乳、チーズケーキ、ゼリーもありますね。やっぱり牛乳とチーズケーキは味わいたい一品でしょう。後で買いに来ようっと。ん？こっちは冷凍なんでしょうか。何が売られているんでしょうね。富良野雪解けチーズケーキなんてネーミングをつけてしまったんでしょうか。こっちにはなんとチーズブリュレまである。これは完全にノックアウトです。こちらにはチーズの歴史コーナーがあります。ここにはさまざまな絵皿が並んで展示されていますね。どれも可愛くて朝食のトーストを乗せて使いたい。
内側には世界のチーズに関する情報が集められています。昔に使われていたチーズの道具なども展示されていましたよ。どれも見たことないものばかり。昔はこんな道具を使ってチーズを作っていたんですね。先ほど気になっていた牛乳とチーズケーキを買ってきました。学校の給食の牛乳って今は紙パックで、こんな牛乳瓶は珍しいんですね。あ、取れた。開け方知ってる？それその蓋の開け方知らんやろ。知ってるで、だって1年生の時これは。あ、そうなの。1年生の時は瓶の牛乳だったようです。牛乳はちょっとチーズっぽい味がしました。続いてチーズケーキを食べてみたいと思います。フラノチーズケーキはフラノ牛乳を使用している一口サイズのスフレタイプのチーズケーキです。中にブルーベリーと山ぶどうをブレンドしたミックスジャムが入っています。口に入れるとふわっと溶けていく感じです。それにしても不器用すぎる。1階に降りるとチーズの製造工程を見ることができるスペースがあります。これは容器に何かを入れているのでしょうか。チーズ、バター、アイスクリームの手作り体験ができるようですね。こちらのメニューは隣のピザ工房で食べることができるメニューになります。どれも美味しそう。これめっちゃ可愛くないですか。一個一個手作りされていて、それぞれ表情が違う。チーズ公園はチーズ工房、ピッツァ工房、アイスミルク工房の総称です。右に見えるのがピッツァ工房です。私たちも先ほどピザを2枚注文したのですが、まさかの2時間待ち。かなり大人気みたいですね。だいぶ悩みましたが、やっぱり食べることを選択しました。その様子はまた後で紹介しますね。この先にある建物がアイスミルク工房です。木製のウッドデッキを歩いていくのも雰囲気ありますね。結構お客さんがいるようですよ。アイスミルク工房は新鮮なフラノ牛乳から作られたジェラートを販売しているショップです。人気ナンバーワンのミルク味やチーズ工房のチーズを使ったチーズ、地元産のかぼちゃを使用したかぼちゃアイスなど、富良野産の手作りアイスをいただくことができます。いろんなメニューがありますね。この中で気になるのはやはりアスパラアイスでしょう。ピザを待っている間、芝生の広場が目の前にあるので、そこで遊ぶことができます。牛をモチーフにしたベンチがありますね。こんな感じで白樺の木々に囲まれた癒しの空間です。なんか落ち着きます。いよいよ呼ばれましたよ。お待ちかねのピッツァピッツァピッツァ。待たされすぎてお腹ペコペコ。しかもこの部屋には美味しそうな香りが充満してます。きたー1枚目。続けてきたー2枚目。でっかー。しかもめっちゃ美味しそう。早速テーブルに運んでみんなでいただきます。今回私たちが注文したのはマルゲリータとフラノチーズスペシャルです。いやー、どっちも美味しそう。どっちから食べよっかな。めっちゃ迷う。あ、やっぱりフラノチーズスペシャルから行こうかな。いやー、やっぱりマルゲリータからがいいかも。って言ってる間に子供たち食べとるし、熱々のピザって美味しい。というか
ここのピザは今まで食べてきたピザの中で一番美味しいかも。チーズがやっぱり香りが強いというかめっちゃ感じる。気がついたらもう一人一枚しか残っていない。最後にどっち食べようかな。そうそう、無料のトッピングで蜂蜜とか拭いてくれてたんですよ。蜂蜜つけたピザも格別で、あんなに大きいピザでも一人で一枚食べれると思う。まるたびチャンネル。この日の宿泊はフラのリゾートホテルエーデルベルメ。落ち着いた雰囲気の場所に佇むホテルです。外観は少し古さを感じますが、嫌な感じはしないです。早速エントランスから入ってみたいと思います。いきなり大きなクマさんがお出迎え。この奥がロビーのようですね。海外からの観光客らしき人たちが談笑していました。左手にはショップがありますね。後で行ってみようっと。その横がフロントですね。ここはダンロライブラリーラウンジ。シックなジャズ音楽の中でセレクトされた本を楽しむことができます。14時から19時までウェルカムドリンクが無料でいただくことができます。ちょっとしたおやつも用意されていましたよ。子供たちは大喜び。なんとフラのワインまであります。私はこの後運転がまだあるので我慢我慢。では今からルームツアーを行いたいと思います。 Let's start the room tour now。 結構広いですね。和室に布団を敷いてくれています。子供たちがベッドで寝ると落ちる危険性があるので布団が安心。でもベッドで寝たがっていつも揉める。この部屋は天井も高いし開放感があって過ごしやすそうです。ではバスルーム&洗面所を見てみることにしましょう。トイレと一緒になっているユニット型で、歯ブラシタイムにトイレに行きたくなると困る作りになってますな。お風呂は決して広くはないですが大浴場があるので、おそらくここで入ることはないでしょう。念のために水圧チェックしますね。全然問題ない強さです。ここに並んでいるのはクラシエのジーラシリーズですね。この水道水は飲むことができるようです。あ、ドライヤーは要チェックですね。こちらはパナソニックのイオニティです。大風量でパワフルに髪を乾かすことができるドライヤーです。カップも趣のある陶器のカップで一個一個の形が違いますね。これでコーヒーをいただきたいと思います。砂糖も準備されていますね。隣は、あ、冷蔵庫がここにありました。実はどこかなって思ってたんですよ。中身は空っぽ。買ってきた飲み物を自由に入れられるのでいいですね。後で飲み物を入れておきましょう。続いて隣にあるのがテレビ。これはベッドに寝ている人が見られるように置かれたものですね。ベッド脇にはライトと電話、電灯のスイッチがありますね。一番下にティッシュペーパーがありましたよ。壁には絵が飾られていました。4階からは周りの景色がまあまあ見えます。1階のエレベーターを降りて奥に進んでいくと何があるんでしょうか。少し離れのようになっているんでしょうか。渡り廊下を歩いていきます。途中上に上がる階段がありますね。なんか迷路みたいですね。
角を曲がると右手にトイレがあります。表示もかわいい。自動販売機がここにあるんですね。ここにあるのがチャラララチャラーン、大浴場。中はこんな感じ。男湯はこちらです。今度はショップを覗いてみましょう。北海道にちなんだ商品が並んでいます。いきなり目に入ってくる白い恋人のクッションはインパクトがありますね。こっちの鹿と熊のぬいぐるみもかわいい。最近シマエナガグッズが北海道以外でもよく見るようになったのは気のせいでしょうか。こっちのフラノポテトチップスやジャムも気になりますよね。お土産に良さそうなお菓子もどれも美味しそうでございます。出ました、白い恋人。ラングド社の生地に挟まれたホワイトチョコのお菓子で、北海道のお菓子といえば白い恋人ってぐらい有名ですよね。いやいや、このマグネットかわいい。こっちのレジ前にはヤングドーナツって、これって北海道だからってわけではないですよね。フラノのオリジナルメッセージカードがありますね。どれも綺麗で欲しくなる。ここのコーナーは何なんでしょう。この一角をこのまま家に持ち帰りたい。この木でできた狐の壁掛けが何とも言えない。他にも狐グッズが溢れています。木でできたグッズって高級感ありますよね。この棚にはラベンダーグッズが並んでいます。ラベンダーの香りって落ち着きますよね。あ、この飾り気になる。このお皿ってティーバッグトレーだったんですね。綺麗な紫色してますね。こちらのコーナーにも可愛いキャラクターが並んでいます。シマエナガグッズもありますね。あ、この青い池マグネット、現地で何も買えなかったので欲しかったんですよ。後で買おうっと。他にもキーホルダーやボールペンなどのグッズや、キティちゃんのご当地グッズもありますね。こっち側にはぬいぐるみたちが並んでいます。どれが一番かわいいかな。あ、このモモンガかわいくないですか。子供たちに買って買ってとせがまれるんですが、家にいっぱいぬいぐるみの山が。まあ欲しくなる気持ちはわかるんですけどね。お、こっちはお酒のつまみコーナーじゃないですか。牛タンジャーキーとか黒胡椒ハラミとか、え、エゾジカジャーキーやエゾジカカルパスとか、どんな味がするんやろう、気になる。他にも美味しそうなおつまみがいっぱい並んでますな。こりゃ酒が何本あっても足りひんそうやわ。お、こっちには子供たちに大人ばっかりずるいって言われないようにお菓子が並んでます。北海道限定って言われるとついつい食べたくなってしまいますよね。北海道バターとか響きが良すぎてクラクラする。あちゃー、飲んだ後のカップラーメン、札幌ラーメンもあるよね。もう反則でしょう、その流れ。カレーも絶対うまいやつやん。また出た、妖怪北海道限定。もう勘弁してつかさい。シマエナガ。シマエナガって北海道に住んでいる小さな鳥なんですが、見ようと思ってもなかなかお目にかかれません。でもこの丸々としたシルエットや少し頭をかしげたような感じがめっちゃかわいい。そりゃあグッズも欲しくなりますよね。あ、
上にシマエナガコーナーって書いとるやん。なんとペットボトルにまで取り付いていた妖怪北海道限定。メロンソーダや炭酸水ってなんか他のと味がちゃうんかな。でもこれだけ限定商品が生まれるってやっぱり北海道って特別な場所なんやなって思いますね。このショップは朝の8時から夜の8時までになるので注意してくださいね。なかったな。さあお楽しみの夕食の時間がやってきましたよ。フロントの前を通って突き当たりの部屋まで行きます。そこが夕食会場になります。聞くところによるとメイン料理が決まっていて、それ以外の料理はビュッフェ形式になるとか。なんかワクワクしてきました。ビュッフェってなんであんなに期待しちゃうんでしょうか。私めっちゃ好きなんですよ、ビュッフェ形式。絶対食べすぎるやつ。ここがいい。あ、ここにメニュー書いてある。グレービーソースって何。早速子供たちの目が輝いております。お菓子バイキングコーナー。まあそれは食後に置いといて、さあ何を取って食べようかな。まず見えたのがタコのカルパッチョ。その隣にあるのがエビとモッツァレラ。横にはパンが2種類並んでいて、こっちの細長いパンバゲッティーヌって書いてますね。裏側にはこっちにもパンある。パン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 、ピーターパン。すいませんでした。この生ハムマリネめっちゃ美味しいんですよ。はい、めっちゃ食べましたよ。もちろんパンに挟んでも美味しいんですよ。飲み物も自由に選べます。ここはあったかい飲み物コーナーですね。え、ワインも自由に飲んじゃっていいんですか。しかもフラのワインじゃないですか。ワイングラスもちゃんと準備してくれているのが嬉しい。席に戻ると来てました。サーモンのポワレ、キュウリのソース。こんなサーモン見たことないって言いたいけど。続いては牛ヒレ肉のステーキ、グレービーソース。うん、これは期待できる。どんな味なんだろうな。デザートはショコラのムース。甘くて美味しい。モルタビチャンネル。食事が終わると私たちは新フラノプリンスホテルの前にあるニングルテラスに来ました。ニングルテラスはおとぎ話のような景色が広がる小さな工芸村です。約15棟の小屋があり、各小屋ではフラノの自然をモチーフにした木彫りや手作りの革製品などをここでしか買えないフラノの工芸品を販売しています。自然に囲まれ、昼は木漏れ日の中を、また夜は神秘的にライトアップされた空間を散歩したり、手工芸品のお店を覗いたりすることができます。早速気になるお店を見つけたようですよ。夜のお出かけってなんかワクワクするようです。大丈夫。このお店は紙でいろんな可愛いグッズを作っているようですよ。かわいい。店内は撮影禁止なので外から失礼します。うわ、かわいい。これはなかなかの技術ですね。
めっちゃ細かい部分まで作り込まれています。また紙の質感もシマエナガの特徴を上手に表していますね。リングルテラスの名前の由来ですが、作家倉本聡さんの著書リングルの作品に登場する昔から北海道の森に住む小さな森の知恵者が名前の由来で、アイヌ語でニンは縮む、グルは人の意味だそうです。へー、ここに来るのはやっぱり夜がおすすめですね。真っ暗な森の中に浮かぶ小屋たちが幻想的な雰囲気を作り出してくれます。聞いたところによると、ここに出店しているショップは1年の定期契約で小屋を使用しているようで、続けて何年も出店できているショップは質が高いという証拠でしょうね。まだ奥にお店があるようです。今回訪れたのが7月だったので、すごく過ごしやすい気温でした。夜で木々に囲まれているので本当に涼しかった。もし冬に来ていたら雪が積もっていて大変だったと思いますが、その景色も見てみたいと思いました。雪の時期はもしかしたら昼間の景色の方が綺麗かもしれませんね。すごい、まだ奥にもある。結構歩いてきたんですけどね。ここはドラマ北の国からの撮影場所になったことでも有名で、ゆきこおばさんが働いていたお店の森のろうそく屋があります。あ、ここです。このショップの方は非常に親切で、子供たちがお店に入ると詳しく説明をしてくれたり、電気を消してろうそくの火だけで店を灯してくれたりと、子供たちが大好きなお店になりました。ここが一番奥だったようで、これから戻っていきます。帰りは上の段のお店を見て帰りたいと思います。この階段で結構息切れする。今日は朝早くから青い池や白ひげの滝を見て回って盛りだくさんでした。また明日も北海道を満喫したいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ラベンダーが最盛期で見られなかったのは残念でしたが、羊の丘のジンギスカンや夜のリングルテラスは最高でした。その感動が少しでも伝わって、見ているあなたが行ってみたいとなってくれたら嬉しいです。実際見てみたいと思っていただけたらグッドボタン、いや YouTube で見るだけでいいわと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。